オッケーです。うるせえよ。誰だよ。寝てんだよ、あっちはよ。おい、うっせえよ。誰だよ。誰これ。もしもし。あ？誰？あ？あ、親父？どうした？何？都知事選？行きたいって？やめとけよ、今病院の中だろ？ああ。何、たかしに入れたいって？たかしってあの、NTT をぶっ壊せってやつだっけ？ああ、あの人か。あの人に入れたいんだ。NTT の人でしょ？でもさ、あれ入れたってさ、しょうがないって。まだ最下位だし、指標になっちゃうからさ、多分入れても親父の一票しか入らないと思うからさ、やめた方がいいって。結局さ、受かる人ってあれじゃん。ゆり子じゃん。あの、親父の元カノのゆり子じゃん。ゆり子の圧勝だからさ、やめとけって。それにさ、俺たちあれじゃん。東京都民じゃないじゃん。東京都民じゃないんだからさ、別にさ、無理じゃん、今更さ。ああ、そうだよな。今から住民票移動させる？間に合わないでしょ。でさ、今何やってんの？え？病院でしょ、今。え？あれ、パチンコ並んでんの、今。いや、まずいって、パチンコ屋なんか並んでたらさ、誰が見てるか分かんないから、パチンコ並ぶなって、はい、帰ってこいって、とりあえず。え？出てる？出てたってしょうがない。あんなもんリスナーに見られたら大変だぞ。今病院行ってんだろ、一応。病院行ってるってことになってんでしょ？うん。もうこれ明日謝罪会見じゃんよ。こんな炎上じゃん。病院だってみんなに言ってんだからさ。とりあえず戻ってこい、一回。で、一緒にな。NTT をぶっ壊せのたかしにさ、票入れに行こうぜ。ああ。じゃあまた後でかけるから、とりあえず大ごとにしないように、とりあえずしとくわ。じゃあまたな。ああ。